100g 99だけど、皆さんこんにちは、心拍屋敷です。今日はですね、今日が4月の14日の日曜日になります。で、幸いなことにインスタグラムとか YouTube の方でももう5万人近く、フォローしてくださって、で結構 DM で質問が結構多くなってきて、もう一回、皆さんにインスタで、質問何も答えますっていうことで YouTube でということで、募集してたくさん質問をいただいたので、それでちょっと一個ずつ答えていこうかなと。今日はでお昼を作りながら、プラス今日はちょっと昨日用事があって駅に車を置いたまんまなんで、お昼ご飯作りながら質問に答えたり、車取りに行くまでの間ちょっとまったりとゆったりと、質問に答えていこうかなと思います。よろしくお願いします。新パパで、その前に今日はまた最近カメラをやってくれてる、小松くんが今日はカメラ持ってやってくれてます。撮影してくれてます。ありがたいです。では質問いきます。まず職業と部屋の数を教えてください。職業は健康機器とか医療機器とか、サプリメントを販売している会社で勤めてます。数も部屋の数部屋の数です。これね、結構皆さん DM いただいて、部屋とかどうなってんのとか、ちょっと待って、そば入れてますよ、鍋に。もう余りで 100g のそばどこ置いたっけ。そこにある。あ、部屋の数ね。部屋の数というか、これね、本当にこう昔こうライブとかでよく喋ったことがあって、部屋の数はほんまに向こうの一部屋とここだけなんですよ。2つしかないっていう。それなんでなんって言われた時に、もう一回ちょっと言わせてもらいますけど、僕出張族で本当に家いなかったんですよ、新パパなんて。土日しか、下手したら日曜日しかいなくて、コロナになる前までは。でその時にやっぱりどうしてもその家帰ってきて、でも言うても同居ってなかなか難しい部分もある。手伝ってくれるし、揉めることも多いし、もうその35歳のおっさんが帰って同居して帰ってくるなんてあんまないから、そういうちょっと雰囲気悪くなったりとか、ちょっと離れた方がいいかなと思いつつ、でもやっぱり出張なんで離れることは絶対できない。子供見てもらわなあかん、ちっちゃいしということ で、たまたま家の真横にアパートが潰れたんですよ。で潰れて何ができるんですかってなった時に、その新しいアパートやって、もうこれは絶対行きたい、もう実家から、実家そこなんで、真横なんで、もうこれはこのチャンスはねーと思って、ただ部屋見とったけど、全部窓してるんですよ、部屋の。で、どうせ週に1回2回しか帰ってこうへんから、帰って寝るだけやっていうイメージやって、僕は。だからもう子供らと帰って寝るだけっていう、土日過ごすだけ、土曜日過ごすだけみたいな、感じやったので、もうあえてここにしましたっていう感じです、部屋の間取り的には。でまた家おらないしっていう感じで、そんな感じで部屋は今2つということです。子育てで難しいって思う時はありますか？子育てで難しいと思うことはずっと難しい。正直もう正解がわからん、だから難しいです。はい、もうずっと難しいと思ってる。正解がわからんと思いながら、なるようになるとずっと思ってます。子育てで心が折れそうになったことはありますか？毎日パキパキ折れてます。なんか折れた向こう側みたいな、もうバキバキに折れてるから、もう分からなくなってる、もう折れてるかどうか。だから折れない、もう折れ切ってる多分。リオちゃんに彼氏ができたら紹介してほしいですか？彼氏ができる前に紹介してほしいです。そしてゆっくりと話し合いたいです。どうするか、彼氏ができてから紹介してもらったら心が病みます。反抗期の乗り切り方は何ですか？これは最後笑いに変える。雰囲気悪いままもう終わらさんっていう感じか。それは反抗期やからお互い喧嘩したり嫌なことあるけど、もう最後はなんとか笑いに変えて、それの繰り返しを僕は目指してます常に。恋バナの話とかしますか？します。これはちょっとリオの
個人のあれがあるからあんまり言わないんけど、めちゃくちゃします。お子さんの学資保険やお小遣いなどお金に関することを教えてください。学資保険は入ってます。お小遣いは継続してお手伝いしたらお金が入ってくるというシステムを今でも導入しています。でそれはなぜかと言ったら、1ヶ月の小遣い制にしてって言われて、じゃあ2000円か3000円ぐらいなって言ったら、お手伝いいっぱい頑張った方がもっともらえるやんってことで、継続してます。それ経済的に余裕はありますか？経済的に余裕はないです。やっぱ一人の収入で二人の子供を育てていくって今の余裕なんてほんまにないです。元奥さんとお子さんは面会してますか？面会してません。で、友達の中にいちいち親に告げ口をする子供がいます。そういうお子さんの対応方法を教えてください。もし子供が告げ口だったら、俺は突っ込む。お前はスパイかって常に言います。お前どこのスパイや、どっかの諜報員か、 CIA かお前はって言って突っ込みます。じゃあ次、食事編いきます。献立はどんな時間にどんな風に考えてますか？献立は仕事終わって、だから毎日朝から昼にかけてアプリを見ながら、毎日考えてます。自分の頭の中ほんまに、そうじゃなくて6割ぐらいが今日の晩ご飯何しようっていうのを頭に半分以上考えてます。どうやって料理を学びましたか？日々やって学んだ、だから実践して学んでいったって感じです。好きな食材、料理とかはありますか？好きな食材は鶏肉を使った、料理がやっぱり得意やし、自分も好きです。何でもいいと言われたら一番何が食べたいですか？神戸市長田区にある平城冷麺川西店っていうところで平城冷麺を食べたいです。僕世界で一番、この世の中の食べ物で一番好きです、平城冷麺。新パパ、よしきさんのことについて質問させていただきます。はい。高校か大学でなりたかった職業は何ですか？高校の最初はバスケットボール選手で、で大学入って社会人になってくる税理士になりたかったです。仕事や家庭で落ち込んでいるときどういうふうに前向きにしますか？そうかな、ずっと性格が前向きやからわからない。落ち込んだら何かする、洗い物したり洗濯物したりジム行ったり何かをする、忘れる。まあもう1時間もすれば忘れてるからっていう感じです。寝れない日はありますか？または寝れない日はどういうふうにされてますか？寝れない日はないです。寝れない時は YouTube で眠れる曲を聴いて強制的に寝ます。やる気のない時はどういう一日を過ごしてますか？やる気のない時ほど動きます。これ僕子供たちもよく言ってるんですけど、やる気スイッチとかやる気が出たらとか、これ全部僕嘘やと思ってるんですよ。やっとったら勝手にやる気が出るって僕勝手に思ってる。どんだけしんどくてもうわしんどいながらちょっと動き始めたら覚醒する。あもうやろうってなるから、そういう風にやってます。僕は後でしようしんどいからとか後でしようってなる。そう、自分は待てるけど時間は無残にも過ぎていく。まあ時間待ってくれないから動くようにします。おすすめの本教えてください。おすすめの本はちょうどあるな。おすすめというか、まあこういう本を結構読んでるかな。あさ、時間の話結構うるさいですね。限りある時間の使い方とか、前までは、まあ、営業してるんで人とのその接し方じゃないけどコミュニケーション力を高める、啓発本も多いかも。今はこれ飲んでます。これおすすめです。どうしてシングルファーザーになったんですか？どうして離婚したからです。離婚したからです。僕が子供を引き取ることになったからです。10年後どんな自分でいたいですか？10年後もまあ50か、バリバリ動ける、潤ってる、生き生きしてるのを想定してやってます。ユーチューバーとしての質問です。あ、はい。
オフ会はまたやりますか。オフ会は1年に1回やりたいですね。やっぱ思い出に残ってる。ちょっとまあ自分の生活もしながら YouTube やってるから、ほんまに、まあ、生活は大抽選なんで、なかなかできないけど、もう頑張ってあの時やった時にやっぱこう集まってくれて、みんなと会話したりとか、実際見てくれてる人と触れ合う、触れ合うというか、ものすごいあったかく感じたし、それを来てくれた人に対して視聴者さんと触れ合うことによって、今までもこう画面でしか喋ることないから、実際にこんな感じで見てくれてるんやってものすごい感動したし、あ、こんだけ応援してくれてるんだとか思ったから、あの感動忘れないから、1年に1回も頑張ってやりたい。もしくは半年に1回とか、まあ、これからちょっと余裕が出てきたらやりたいと思います。僕と娘の生きる道の大炎上についてどう思いますか。大炎上って、そのインスタの DM で、その質問コーナーでそれ見て、僕は基本 YouTube 見ないんですよ。他の YouTuber とか、YouTube 自体そんなにこう見ないんですけど、それを聞いて飛んで、まあ、純子パパね、昔ご飯行ったりとか、コラボも外回、2、3回かな、させてもらって、もう何年前だろうな。それで実際こう見に行ったらコメントがすごかったね。800件とか900件とかわーってコメントがまあ書かれとって、どう思われるかって聞くと、俺やったらやっぱ子供もおるし、中止パート再婚されてるから、俺やったらやめる。 YouTube 本当にあの状態であれば、まあ、やめるかな。どう思うか、そうだね、どう思うかって、俺やったらもう やめる。やっぱ他のシングルファーザーの YouTube さんたちもみんなね、生活しながら頑張って動画も上げてると思うんですけど、まあ、波形者はよく、まあ、自分の中 その理念がちゃんと成り立ってないと、なかなか YouTube って難しいし、で YouTube 見てくれとおっしゃって、一人間やから、いろんなことを思いながら見るわけやから。でもその中で、やっぱり、ああいうちょっとね、あんまり気持ちが良くないコメントをバーッとね、書いたりとか、まあ、そう、分からない、どうなってか分からんから、なんでこんな、コメントこう多いんやみたいな、こう、なんともこう喋られへんねんけど、やっぱ、子供のことも言われと、コメントも拝見したし、その再婚した奥さんのこともコメントで、ね、なんかこう言われてることも拝見したし、純子パパのことを言われてる。コメントも拝見したし、まあ俺だったら一旦やめるかな。そういう状況になると、やっぱ子供と嫁守らなあかんから、なのために YouTube しようってなってくるから、僕だったらやめます。すいません、なかなか、はい、今連絡は取ってるんですか。今連絡はたまに来ます。新パパ、まあ、YOSHIKI さん、筋トレのことについても質問が来てますんで、質問させていただきます。はい、その前今ちょっと車取りに行ってます。しかも天気むっちゃいい、最高。まず筋トレをしようと思った理由って何ですか。はい、筋トレしようと思った理由は、もともとすごい太ってて、で新パパになって、これは絶対このままじゃ病気するんちゃうかっていうので、ダイエットして筋トレを始めた。それがきっかけです。いや、もう健康取らなあかんって思って、その前もちょっと言いましたけど、今ダイエット中だと思うんですけど、はい、ダイエット中で、お腹が空いた時の対処法とか我慢の仕方ってどういう風にしてますか。お腹空いた時は夜お腹すくうんですよ。今むちゃくちゃ夜お腹空いた時は、明日の朝ごはんが絶対美味しいんだって思いながら我慢します。むちゃくちゃ美味しいから、それで出たら、この空腹は明日の朝ごはんのためなんだみたいな感じで我慢してます。ダイエットレシピはどういう風に考えてますか。ダイエットレシピ全般にもアプリでそういうのを調べて、料理作ってます。なんかこだわりのタンパク質の取り方とか。こだわりのタンパク質の取り方、もうご飯はもう常に一緒にしときたいから、こだわりはもうご飯を決めきる、一日食べるやつ、それを、毎日食べてます。今後またダイエットレシピ教えてほしいですという質問が来てます。了解です。ダイエット終わった後にお酒はまた再開して毎日飲みますか。おそらくではなく間違いなく飲みます。大会が終わったと一番何がしたいですか。
大会が終わった後は気が狂うほど飲み食いしたいです。もうやばいっていうぐらい食べて飲みたいです。大会終わった後の爆食動画とか流しますか？おそらく流すと思います。子供たちと一緒に爆食してるみたいな。大会の意気込みを教えてください。やるからには結果を出したいです。やるからには何か、そんな意気込みというか、出るのはお金払ったら出れるんですよ皆さんどんな体でも。ただやるからにはちょっとやりたいです。新パパ、今度は恋愛編について質問させていただきます。はい、最近ヨシキさんは恋してますか？最近恋してないからちょっと老けというか、老けたなって自分で思います。やっぱ恋するって大事やなって思っております。最高の予定とかありますか？最高の予定以前の問題です。パートナーがいません。パートナーが欲しいって思う時はどんな時ですか？やっぱ夜かな。ふとした時に、あ、寂しいみたいなのはなります。寂しくなる時はどうしてますか？寂しくなる時は思う。ヨシキさんは遠距離恋愛できますか？全然できます。遠距離恋愛、会う頻度とか距離的な問題はどうですか？会う頻度、まあ、本当に月に2回とか3回とかでも全然大丈夫かなと。どこ行くん？はい、リュウになりましたリスナーとお付き合いはできますか？または付き合ったことがありますか？多分会えないんじゃないかな。想像がつかないで、お付き合いしたこともないです。甘えたい時はどうしてますか？甘えたい時、あるな。確かに甘えたい時あるな。甘える相手は子供しかいないんで、子供に正直に今日俺何もできん、動いてって子供に甘えてます。女性に対する価値観を教えてください。女性に対する価値観、まあ、お付き合いしたりとかそういうなったりとか、はい、基本なんかこう守ってあげたいっていう思いがすごい強い話ですけど、だから何もせんでいいよって言ってしまうかも。もうどう言ったんやろな。やっぱり存在するだけでこうカッコつけて頑張ってみようとかなんか思う。じゃあなんで離婚したんだって言われそうやから、あんまりここには触れとく以上、こんな感じでちょっとフラッと休日、まあ、ご飯も作りながらぼちぼち散歩して車取りながら、質問に答えてみました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で。おはようございます。おはよう。どうしたお前怖い時間に。扉開けてください。おはよう。ちょっと今日は一日密着という形で、カメラ回ってるやん。カメラ回してます。